幼虫が作る泡、泡吹虫は泡吹虫状化に属するカメムシ目の昆虫の総称。幼虫が排泄物を泡立てた包丁の巣を保護のため用いているのでこの名がついた。成虫も幼虫と同じように草の汁を餌とする。外見や太鼓作りは角ゼミや羽衣に似ている。羽の面積は体重に対して大きめで、飛翔時の挙動は 埃のようにふわふわとまっているような印象を受ける。風のある日はすぐに飛翔できなくなってしまう。幼虫の構造の式図泡吹き虫の幼虫は、多年生の植物にしがみついて、甲芯を遺憾束に刺し、そこの銅管を流れる液にわずかに溶け込んだアミノ酸やミネラル分を栄養としてほとんど移動せずに暮らす。その際、銅管には大量の水分にわずかにしか、 栄養分が溶け込んでいないため、消化管の一部が変化した露化室で栄養分を濃縮しつつ吸収し、大量の水分を排泄する。同管には古い管のように多量の糖分は流れていないため、排泄物に余剰の糖分は排泄されず、油虫や貝殻虫のような管路とはならない。この同管液を餌とし、多量の水分を排泄する性質は、セミの幼虫や、 大横ばい赤の横ばいと共通する。このほとんど水だけのような排泄物の中には、虫の代謝で生じた窒素排泄物が、丸ーギ間から排泄されてわずかに溶け込んでいるが、泡吹き虫の場合には、これはアンモニアであることが知られている。幼虫が植物に寄生して接触を行うとき、多量の排泄液は、 セミの幼虫のように周囲の土壌に吸い込まれたり、大横ばい類のように遠くまで、水鉄砲のように跳ね飛ばして処理されたりせず、虫体と宿主植物の間に保持されて溜まっていく。この時溜まった排泄液の中には、さらに虫体の分泌腺から分泌されたウと繊維状のタンパク質が溶け込む。ウは排泄液中のアンボニアと反応して喧嘩反応を起こし、 アンモニウム石鹸を生じる。泡吹き虫の幼虫の覆面は、トイ状に陥没していて、肝はこの内面に開口し、その先は、微短で、シュノーケル状になって、液体中に虫体が沈んでいても呼吸することができる。さらに腹部を伸縮させることによって、空気をスポイトのように吸い込んだり吐き出したりすることができるようになっている。排泄液が、海面活性剤である。 アンモニウム石鹸によって泡立ちやすくなると、幼虫は微ンを液面の外に突き出して、空気を吸い込んでから液中に微ンを引き込んで空気の粒を吐き出すという運動を繰り返し、排泄液を泡立てていく。最終的に排泄液は白く泡立った粘度の高い泡の塊となる。泡は分泌された繊維状のタンパク質によっても強化されており、高い安定性と強度を保つ。 泡吹き虫の中で泡吹き虫類や小頭泡吹き類の幼虫は、この泡の塊を巣としてこの中で生活するが、トゲ泡吹き類の幼虫の場合には、泡巣の表面が硬化して、貝殻状の巣となり、この内部をさらに泡と液体が満たす。巣が完成するともはや巣を補修するとき以外は、排泄液にワックスエステルや、繊維状タンパク質を分泌することはなく、 中に幼虫が生活しているアワスの下場からは、常に粘性のない水溶の排泄液が下っている。海面活性剤の水溶液でできたアワスは、気紋と気管で呼吸する昆虫にとっては、通常知識的であるため捕食性の昆虫に対して高い防御性を発揮し、アリなどが巣の中の幼虫を捕食するのは溺死してしまうため、不可能に近い。しかし、 泡吹き虫の幼虫の捕食者として特殊化した、いくつかの後切りゴミ虫赤のゴミ虫は、成虫も幼虫も溺れることなく泡スの中に侵入して捕食することができるし、それ以外のゴミ虫の中に長く慎重した首を持ち、これだけを泡スの中に突っ込んで幼虫を捕食する種類も知られている。成虫は取り立てて目立つものではないが、幼虫の作る泡の巣は結構目につくし、 奇妙であるから、古くから取り沙汰されてきた。日本では、これがホタルの幼虫であるという伝承を持つ地域があり、一時期は科学啓蒙書の中にも泡吹虫の幼虫を、ホタルの幼虫だと記したものもあったという。なんとなく、水気に関係しそうなこと、中から出てくる幼虫のお尻が赤いものが多く、なんとなく、光りそうな印象があるためかもしれない。 ファーブルによると、南フランスではこの泡を、格好のツバであると言い伝えているという。泡吹き虫化の中の赤は、元は独立したトガであったが、最近泡吹き虫化の中に赤として収められた。ありがとうございます。